がギャラリー ADAA じた東京は建築専門の出版社で1970年に建築写真家の二川幸男が創設した。創業者の二川幸男は伊藤定時協調、日本の民家で1959年度毎日出版文化賞を受賞。同年からアメリカ取材を始め年間の3分の2は海外で取材撮影に当たった。 当初は不定期での観光物が主であったが、その後、が、ジャパンをはじめ、広告を取らずに、定期出版を行っている。最初期の出版である、建築写真集、がシリーズは、著名な建築家の代表作の1から2作を扱う、特集号で、1970年10月の第1号は、フランク・ロイド・ライトの、ジョンソン・ワックス本社を取り上げた。20世紀を代表する、 建築家では、ミース・ファンデル・ローエ、バルタグロピウスなどのバウハウス関連や、アントニオ・ガウリ、現代アメリカでは、フランク・ゲイリー、フィリップ・ジョンソンなど多数を扱っている。新建築を出している新建築者とは異なる視点で、建築デザイン界を牽引する出版社となっている。本社は、東京都渋谷区、千田ヶ谷。本社に併設してがギャラリー及びブックショップを有し、 展覧会や建築家の講演、シンポジウムを行っており、合シリーズをはじめとする建築書を販売している。二川幸雄は2013年3月に病没したが、現在は、息子の二川義雄、二川達夫が事業を継承している。ありがとうございます。